東京都人事委員会は東京都の人事委員会である。他の道府県及び政令指定都市の人事委員会と同様、給与に関する勧告、報告、採用、承認における試験や選考、本庁職員についての労働基準監督業務等を実施している。特色として、道府県を、はじめほとんどの地方公共団体では、採用試験問題の作成を内閣府所管の 公益法人である公益財団法人日本人事試験研究センターへ委託しているところ、東京都では人事委員会で独自に問題を作成している。主任給食選考、管理職選考の試験問題についても同様である。大阪府では知事の橋本徹が国の外閣団体に支払う費用や負担金について官僚の甘下り団体に 不民の税金を回せないとして見直してきたが、日本人自治権研究センターへの費用についてもその一環で支払いを停止し、独自に問題作成を行うこととなった。作成から実施後の検証までの一連のノウハウを大阪府に提供するため、2009年8月から2010年2月まで大阪府職員2人の派遣を受け入れていた。ありがとうございます。